数もありますけどもね、はい、ここが引くってことはないでしょうね。と思いますけどね、ちょっとショックでしょうけどね、はいはい、去年も途中タスカーの代わりにずっとマスクをかぶって急成長しました上田。野村から小早川、取ればまた左の大野か川口が来るというのを分かっていながらあえて2番に起用されました中野です。僕キャップからずっと見てきてもね、どうも体のキレというものがないような気がしてならないんですね。ジロー持ってるんですね。だから体のキレというものをしっかり作って投げるということが大事じゃないでしょうかね。ライト前に持ってきました。二塁一塁です。この川端も30歳になりました。しかし大きい華やかな部分が今日は岡田に問われました。3回は岡田のソロホームランで1点、4回は中西と和田のツーベース。継投も最後まで諦めないぞというような継投をずっと続けています。ライトです。ちょっと見にくい上空です。今シーズン5年目、6年目、7年目といったあたりの、そして6年目の山口です。阪神の中村監督は山本さん130試合から近づいてきましたね。いやまだ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 、まだまだショートゴロ。あ、この広島市民球場で苦い初戦を体験した金子が落ちました。センターフライで取られますよね。なるほどね、はいはい、9回です。あ、本当に安定しています。張ってきました。三塁側です。ありません。9対0というスコアですから、このベンチの体操さ、それは分かります。さあセカンドへ完封です。9対0、中西開幕戦初めての開幕投手、見事広島カープ打線を抑えまして9対0と完封勝ち。そして1年目中村監督は初戦をものにしました。白星スタート。一方広島カープの山本監督の方は2年目のスタート、去年と同じように阪神戦当たることができませんでした。